お、来た。オールドさん。ついに潜入というか、あれやな、接近する。気付くね、かっこいいな。艦長、敵艦深度300まで浮上しています。なおも上昇中。よう分かるな。機関の調子は？問題ありません。まもなく全力攻勢に移る。突入部隊の準備を急いで。はいはい、艦長。浮上まで何分？およそ20分。平分浮上タイミングに変更なし。装甲全開に合わせて本艦を突入させる。はい。艦長。ん？何？僕、初めての実戦なんです。ええ、それが？この艦に配属された時、落ち込んだんですけど、実はほっとしたんです。艦長、僕怖いんです。大丈夫よ、私も怖いわ。私も初めてなの。でも考えるのはやめた。ここで逃げる方が怖いから。うん。誰も死なせない。私の艦は無事ハワイに帰還する。いい？約束する。はい、ありがとうございます。この声やってるの誰やったかな。なんか濃いな。ラストバトル感出てるわ。ジョニー普通にかっこいいからな。ライデンは一命は取り留めたが、到底参戦は無理だ。休ませてよ。一命取り留めたんや。そうか。システムの保護をなくしたおかげでみんな平常心を欠いている。ソップの後遺症が強すぎて離脱した兵士も多いみたい。なるほどな。頼りになるのはメリルと彼は未知数だね。ケツ好きやな。奴には裸の M82 を渡しておいた。ドレビ、いや奇遇だな。ここで何をしてる？ここの兵士の ID を洗浄して、それから裸の銃を提供させてもらった。あんたらの乗るカタパルトもな。カタパルトで射出するんか。システムを手に入れてからというもの、リキッド軍からの追加発注は来なくなったしね。世界中の武器兵器がロックされている今、それでも戦うってのはあんたらくらいだからな。各地の戦場は俺の銃で装備を揃え直すと採算が合わないそうだ。ほう。だからわざわざ出張までしてやったってわけだ。ドレビン、お前状況を理解してるのか？ああ、もちろんさ。折り方よ。オマージュやな。スネークのそれやんけ。所詮世の中はこの炭酸のようなものだ。気が抜ければ用はなくなる。商品価値はゼロになる。俺は必要とされる側につく。わかるな？
いるものがあったら言ってくれ。しばらくはここで出店を構える。お？どんな手品？それが最後の一服かもな。これが最後の一本だ。うん？コールと交換か。最後の一匹はお預けのようだな。じゃあな。このポーズなんね。やるよ。はい。猿の、あ、猿じゃない、ドレビンの飲みかけぞそれ。戦艦アウターヘイブンは愛国者たちのアーセナルギア級を奪い改造されたものだ。なるほどな。内部にはアービングをはじめとする無人兵器群を搭載。ナオミが残した情報では各 PMC からえりすぐりの兵士を集め強化させた大隊を配備しているようだ。マーク3。ジョン・ドーを破壊し愛国者たちのシステムを完全に支配した暁にはリキッドはヘイブンを機関として傘下の PMC を世界中に展開するつもりだ。まさしくやってる。そして武力による制圧を開始するだろう。ヘイブン出現しました。主砲射撃用意。ただ受けるだけになるかな。敵迎撃態勢。
けるんかこれ。君たちの失敗は世界の人類の終焉を示す。必ずレールガンによる核弾頭の発射を阻止し、そして GW を破壊せよ。撃ちすぎやろ、そんなの濃すぎるわ。どう撃ち落とすんだ。キバ失敗しとるやん。あー落ちた。大丈夫かい。めっちゃ荒っぽいやん。あーマックスで大丈夫か。スネーク。メリル、どこだ。ごめん、右足を打った。歩けるか。なんとか。大丈夫なのか。いけるか。ストップ抜きだとやっぱり痛いわ。生きてる証拠だ。で、秋葉は海に落ちたわ。スネーク、すぐ追いつく。先に行って。大丈夫かよ。てか何気で海に落ちたってやばい。上がってこれんの？誰か。待たせたね。これ確か警戒状態解けるんじゃなかった。全員押しちゃいけた。ここなかなか厳しかったという感じだね。スネーク、聞こえる？ GW は天秤の方向よ。急いで。半額サービスチャットだ。 APA のボーディングに成功したね。敵の迎撃部隊はすでにそちらに向かった。防御ラインを突破して GW のサーバールームを目指せ。お、上から来たな。大丈夫か。あ、見つかった。これノーアラートで一番きつかった記憶があるな。いいね、まず上に行くのはなかなかにいい判断かもしれない。カット。こいつ強いよ。やばい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 。これは辛い。やばそうなるよな。ゴリ押しもきついな、ここ。うわぁ、どうした、スネーク。スネーク、スネーク。大事ですね。
ちょっと待って、大丈夫？ダメみたいですね。そんな、スネーク、スネーク。ショップ？ああ、まずはヒントね。スネーク、メリルはカタパルト射出時のトラブルで君とは離れた場所に降りた。秋葉は海に落ちた。二人と合流している時間はない。別々にサーバールームへ向かうんだ。僕はマーク3で君についていく。直接背中を守ることはできないけど、最後まで一緒だ。頑張ってくれスネーク。その区画には強化服装備のリキッド直属部隊が投入されてる。取り囲まれてしまうと厄介だ。見つからないように進むか、接触するにしても括弧撃破を心がけた方がいい。オタコン、そっちの状況はどうだ。甲板上の兵隊がそっちの敵と派手にやり合ってるよ。まるでバグダッドだ。 お前は無事なのか。今のところはね。ミズーリの分厚い装甲に守られてる。そうか、当面は大丈夫そうだな。だが絶対ということはない。もし危なくなりそうになったら躊躇せず船を捨てろ。いいな。分かってるよ。それよりスネーク、君こそネルソン提督のようにはならないでくれ。ああ、俺もまだ行くわけにはいかない。何としても目的を果たすまでは。それでいい、スネーク。危ない。いけるね、いいね。普通に行ってるな。これ曲げ、確か開けなあかんねやな。ま、回して間に合うかどうか。オッケー、いいねいいね。あっ、でエレベーター落ちて車に確かちょっと待っとかなあかんのかったから。あれ交渉状態で無理やったっけ。あら、交渉とかアラート状態。めっちゃシュールやな。なるほどね。レーションゼロ？あ、1個あるか。お GW とつながる通路にはマイクロ波の一種、指向性エネルギー兵器が設置されている。マイクロ波だって。生身の生身は瞬く間に蒸発を始めている。これにうってつけじゃないか。えげつない兵器よな。ウォーターヘブン。来たな、ここ。今なんかおったな。どうする。メリル、罠くせえな。スタイリッシュだね。壊れたらもう無理でしょってな。ピューピュー出てるし。スネーク、メリルが危ない。敵を排除して。スタンか。まずはカットですよね。
だれ遊ぼうかな。まだおるな。無償のビット取っちゃおう。それはきついんじゃん。おお。で？おい、何があった？あれか、モレーションなかったんか。お前の壁側に行くのはいい判断。スタン打たれたな。右が俺やろと。マッチが結構良さそうな。実は取ってない。車線通ってるところに置くのよ、きついね。あ、もうあかん。答えろ、答えるんだスネーク。